注文していたグリップガードっていうんですかね、ハンドルガードが来ました。これはね、安物です、はっきり言って。2200円です、アマゾンで。これ安物でね、最初から傷が結構ありますね。これね、今気づいたんですけどね、こっち全然まだ取り付けてないのにね、傷がありますね、もうすでに。これ一回取り付けてなんか返品して、それをそのまま送ったような感じですね、これね。こんなはずでは。すごいですね、これ。もう今更どうしようね。これはひどい。例によって全然説明書はないですよ。こっちはまだいいんだけども、問題はね、右なんですよ。右のブレーキマスターなんですよ。こっち側がね、ここがどうすりゃいいんだべという感じで、ちょっと加工しないとね、とってもつかないですね、これ。これはちょっとね、厳しいですよ。これがこう止まる。これはちょっと加工しないとつかないですね、完全に。これでなんとか、まあ、入りましたね。なんとかカラーが、プラスチックのカラーが収まりました。あとはこの位置ですね。ということでですね、これはあらかじめこれを入れて閉めた状態で、ここだっけ？そうですね。この状態でね、この状態でハンドルのところに突っ込んでおかないと、後で泣きますね、これ。この状態でね、これ入れておかないと、入れてからセットしないとダメですわ、これ。
ことが判明しました。あとね、これがですね、まだこれぐらい距離があるんですよ。これをね、こう曲げないとダメですね。曲げてなおかつね、ここに合わせるためにですね、こうひねらないと、こいつをひねらないとダメですね。傷は最初からありました。ちょっと面白くないですね。自分でつける傷はいいんですけれども、新品で最初から傷あるっていうのはちょっと面白くないですね。まあでも結構ね、がっちりついてますね。結構がっちりしてます。ということで完了です。